一応持ってきます。これも芯出しをしとけば、ただ今からポン酢っていうこと、これは普通はこっちを使うんですけど、こっちを使うと石膏が傷むんで反対側で、中には、竹ひごが入ってます。使い方からすると、要は押しますね。これがベースになります。今押しただけでこんなついてるんですね。だからいくつか浮いてますもんね。はい、繰り返します。